こんにちは。今日ちょっと撮影とか初めてなんですけど、すごい緊張してて、まあなんていうのも男の人のちょっとこう肌のそういうのすごい初めてなんですけど、好きなブランドですか？そういうのちょっと分かんないんですよ。そうですね、中学校の時とかずっとバレーボールとかやってて、結構足腰とかには自信あるんですよ。はい、でも撮影って明日ですよね。OKOK 何の撮影があるの？じゃあなんかね、はい、なるほど。はい、ということでね、はい、まあ、いつもは、はい、第2、第4金曜日に、はい、ニュースをね、そうですね、やってるんですけども、はいはい、今日は、はい、ちょっとまた急遽ね、急遽、はい、ちょっと配信することになる。それも、はい、ちょっと大人の時間ですよ、これ。そうです、もう何時だ？もう10時過ぎ。あ、すげえ。そうですね。もう何気に俺この時間ちょっと狙ってる部分もある。今後ね、ここで、で今日はまあたまたまちょっとこの時間でこうで準備をしてて、そうです、そう、ね、スタートしてたんで、はいはい、めっちゃ腰や、ね、何気に5時6時頃来て、そうですね、それで配信にこれぐらいの時間もかかってしまった。そうですね、ね、で何気にですよ、今回の画面を見ると、はい、もうよくわかると思うんだけども、ええ、なんかね、こうここら辺に、こ、あ、こっちか、こっちか、ここら辺にね、こう、あ、違う、ここ、こうですね、こう、難しい、そうだね、こう、そう、トキちゃんのやってるところら辺が、はい、なんかこう、ちょっとこう、丸くなってると思うんだけど、はい、まあ、もろもろの諸事情がありまして、はい、今日の、カメラは iPad です。iPad を、iPad の、まあ、カメラ機能を使いまして、はい、まあ、配信と、はい、苦肉の策でね、苦肉の策で、はい、で、まあ、一応アーカイブとかは、はい、ちゃんとね、ちゃんとした画像で、はい、お送りしましょうということで、ね、考えております。はい、アーカイブ、アーカイブ、アーカイブね、なんかね、中鍋の食べ物みたいな。なんでだよ、そんな。なんでなんでしょう。まあまあまあ、ちょっととりあえずね、今日はそんな感じで、はい、行きますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。で、はい、で今日のメニュー、まあ何も出てきませんよ。はいはい、結局ね、機材がね、向こうのちょっとなんていうの、で、ちょっと遠くにあるので、はいはい、今日はメニュー出てきませんが、はい、まあ、今回もあれですね、イベントの告知、はい、とともに、はいはい、ともにですよ、とくちゃんが今度は、はい、音楽イベントのコンテストに、あ、ちょっとね、もう、もう劇的なね、ちょっとこう、なんなのみたいな感じになると思うんだけども、とくちゃんと音楽イベントの、コンテストに出るということで、まあ、いつものね、はい、まあ、楽曲、まあ、歌いながら紙芝居をやるというところの、はい、まあ、歌だけをね、はい、今日ちょっとこう生で撮って、そうですね、撮って、それを、はい、そのコンテストのね、はい、そのサイト上になんか、世界にこう流せるようななんかそういうシステムがあるらしくて、いや、そこに、徳ちゃんの歌を、ね、そう、あ、いうね、こう、ちょっとそういう試みもありまして、まあね、この場で全部が全部ちょっと編集はちょっとできないので、まあ、曲撮り、歌撮りっていうの、はいはい、うん、歌を撮って、はい、締めようかと言いますんで、またてんやわんやね、もう俺らもほとんどもうここ、ここはザクッと刺されてるみたいな感じになってるけども、もうね、そうですね、ダブルオーステルのオープニングみたいな、あ、なるほどね、重厚の先にいるみたいな、なるほど、さあ、ハードボイルですね。それは考えてた、ちょっとこれそれっぽく見えるなって考えてた。あ、本当ですか。あ、よかった。
で、あの、徳ちゃんがそれっぽく見えるのかなってこう、今待ち時間とかで考えてたのかなと思ったんです。あ、そうですね。そう、まあ、ね、こういうのはありなんじゃないかと。はい、ね、こうちょっとね、はい、こう、まあ今までとはまあね、告知以外は思考がちょっと違うね、あ、そう感じで、あの、やっていこうかなと、はい、思っている。これもある意味、はい、今後の配信でね、はい、あの、どんな感じになっていくのかっていうのを、あの、ね、またアーカイブでポン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 増やしていけたら、増やしていけばと思ってます。ということで、まあとりあえずね、先にこう告知関係を、告知、はい、あの、パパッと終わらそうかと思っているので、はい、告知タイム、はい、もういきなりしょっぱな告知、はい、これね、あの、あ、どれか、そう、はい、これ前回、はい、あの、まあ一人で、一人じゃないか、でっかいあんちゃんもいた、でっかいあんちゃんがもういた時にちょっとあの告知しました。あの青戸のあの商店街のイベントのちょっと詳細が分かったので、分かってチラシをちょっともらってきたので、これを、告知です。青戸銀座商栄会の秋祭りということで、10月の19日日曜日、はい、午前11時から、午後4時まで、はい、やります。で、まあね、あのエイサーパレード、はい、サンバーカーニバル、はい、いろいろね、あとフリーマーケットとか、はい、いろいろありますが、この中で、はい、ね、大道芸の方で、あの、かかしくんが出ることになりまして、あ、かかし様、そうそうそう、はい、でね、場所がね、はい、ちょっと丸ついてるとこ分かる、ね、こっちやね、ここのね、丸のところ、どうですか、このあー、ここですね、なんか丸が見えました、これですか、うん、あ、本当だ、ここの指は、ここあー、あの、電、なんていうの、後ろから透けてんのを読んでるけど、電気工事店、丸さんさんですかね、あとはお魚屋さんの、はい、あの隣にちょっとあの、ああ、ちょっとしたスペースがありまして、そこで、あの、かかし君がやりますよ、はは、いうことでございます。はい、はい、ちょっとまあ、詳細が、ね、ちょっとね、わかりました。ここなんか、ここなんか、そう、鮮魚店と、東上陸屋上陸屋なの、上州屋つ、あの、すぎです違うじゃん、すごいですね、すごいですね、うん、まあまあまあ、そこの丸がついてるところで、やりますということで、わあ、告知がこの1点となります、はい。で、まあ一応まあこれはね、あの、そういう感じでやりますので、皆さん、はい、ぜひぜひ、ぜひぜひ来てください、これ来てください、ね、町のイベントを楽しい応援団ですよ、秋オータムフェアですよ英語で言った時にそれは何のね、何のスピンもないで、まあ、うん、で、カメラ大学とかに関しては、はい、まあ今日ではなくて、はい、あの、まあ来週、あ、来週と、あの、あとは月末の方の金曜日か、ちょっと曜日というか、あの、ピンチちょっと忘れてしまいました、第4金曜日の時に、あの、お知らせをいたしますので、はい、そちらの方もね、あの、ちょっとお楽しみに待っていただけたらと思っていますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、あ、僕の方が今年大丈夫です、あ、いやいや、2000、はい、毎月第1水曜日、第4木曜日、第1水曜日、諏訪子さんのお嫁さん候補ナンバーワンと
無力高円寺無力無前寺で、ライブ、第4木曜日は、ライブ上演部屋、ババアカルコさんプレゼンツで、高円寺無力無前寺で、いつも紙芝居をやらせていただいております。ウッドリトワイライトっていうあの渋谷ルビールームで、行われている、パーティーでは、紙芝居ではなく司会をやっております。酔っ払ってます。よく酔っ払ってます、はい。ということで、はい、これから徳ちゃんのレコーディングですよ。あ、レコーディングです。レコーディングです。マジで。ちょっとね、あの僕の方がちょっと消えまして、ちゃんと段取りをしますので、はい。もうちょっと後ろでもいいのかな。One, two, three,
応公開なんで。これね、上大家さんいるんだけど、大家さん多分びっくりダメですね、なんだこの、こんな時間に歌声が聞こえるようしたからみたいな、お化けがいるんじゃねえかって悪魔のおたけびがね、はい、違うね、ということで、はい、レコーディング終わりで、はい、もうこれからこれから、はい、この曲を、曲とか歌と曲をこの配信後に、はい、ちょっと入れてペースしてやってみる、はい、もうそれが終わるまで今日は帰れないよと思ってまあまあざっくりだからね、ざっくりだから、あれなんだけども、一応じゃあそういう、ね、方向でこう、まあ、今回は初めてのね、はい、ライブ配信ライブ配信ね、誰もやんないよ多分ね。まあ、カラオケでさよくさ、ね、歌いましたみたいなのあるんだろうけど、ね、なんで公開でレコーディングは多分ないよね。ないよね。はい。ね、ということで、急遽また配信しました。はい、今日は10月の5日。はい。はい。本当ちょっとねイベントもあったんですが、今回雨で中止ということで。まあ、それでね、結局、ニュースとやるということで、はい、ということで、今日の、配信は終わりたいと思います。はい、では、すいません。